タイメンは、瀬戸内海や文後水道沿岸地域に広く伝わる郷土料理。タイそうめんとも呼ばれる。岡山県、広島県、愛媛県、大分県などで同様の料理が伝わっている。タイそうめん1尾を姿煮に,にしたタイを、茹でたそうめんと一緒に大皿へと盛り付け、タイの煮汁を、漬け汁もしくはかけ汁として食べる。タイの調理法は、焼いてから煮る、素揚げしてから茹でるなど、 家庭や店、地方による違いがある。愛媛県南予地方では、禁止卵、細切りの椎茸を付け合わせとして、木や生姜などの薬味を加える。同県の松山地方では、五色そうめんが付け合わせに用いられることが多い。鯛を使った見栄えのする縁起物の料理であり、結婚式や胸上げ式、年祝いなどでよく作られ、今日では料理店やホテルのパーティー料理で見ることが多い。 タイは読み方が、めでたいに通じ、麺と組み合わせた対面麺は、対面麺と同じ音であることから、特に結婚式では、両家がめでたく対面したのを祝う、という意味と、おめでたいことが、麺のように長く続くようにとの願いを込め、大皿に茹でたそうめんを波形に敷き、披露宴などの料理として好んで用いられる。このため、広島県では縁起を担ぎ、タイの身に切れ込みを入れない。 当該地域でメニューとして提供する日本料理店もある。懐石料理において供される、体操麺は、そうめんを使わない。すり身にしたタイの身を小さな穴から、熱湯の中へ押し出し、麺状にしたものをワンダネなどに用いる。ありがとうございます。